カラフルで表情豊かな猫のブローチに、ふてぶてしさが愛らしい猫のクッキー。高知市宝町にある雑貨店ミシンオイルです。店内には所狭しと様々な猫グッズが並んでいて、猫たちの表情に思わず癒されます。現在開催中の猫展は2年半ぶり6回目の開催で、海外から取り寄せたものや県内外の作家総勢20人から提供された作品など、期間中およそ2000点の猫グッズを販売しています。グッズというより、なんか自分の家族探し、あ、うちの子にそっくりとか、やっぱり作家さんのその一点物っていう作品に対してご来店される方多いですね。近森さん自身も野良猫を保護するなどして8匹の猫を飼っています。今月4日は譲渡会場で出張猫展を開き、売上の一部を NPO 法人アニマルサポート高知県に寄付したほか、猫展期間中は飼育道具や未開封の餌などの寄付を募り、今後アニマルサポート高知県へ引き渡すことにしています。活動するっていうことはすごくお金がかかることなので、その保護猫の活動もそうですけど、去勢の費用にしろ餌にしろ、大きいことはできないですけど、なんか自分にできることを探したらこれでした。高知市のミシンオイルの猫展は今度の日曜まで開催し、規模を少し縮小して3月2日まで行う予定です。